三浦博士は、日本の選挙プランナー。日本で選挙プランナーを最初に行った人物として、知られる。東京都出身。慶応義塾大学卒業後、安田新託銀行に入校。その後1979年からシーナ、元を公設秘書を9年間務める。その間、社団法人国際経済政策調査会事務局長、ジョージタウンフォーラムオブジャパン会長秘書役等を歴任。 1988年、アメリカ合衆国国務省個人招聘プログラムで米国に派遣。1989年、日本初の選挙プランニング会社であるアスクを設立し、代表取締役に就任。以後、選挙のキャンペーンビデオや選挙ソフトの開発、世界各地の選挙事情の情報収集などに努め、日本各地で行われる国会、主張。 地方議会選挙を手掛けるとともに、従来からのドブ板型選挙イコール地上戦と最新の科学的根拠に基づいた空中戦の融合を進め、選挙プランナーとして活動中。業務は国会議員か地方主張選挙が主な対象である。2013年4月4日、ネット選挙解禁に関する第183回国会衆議院政治倫理の確立及び、 公職選挙法改正に関する特別委員会に与党側参考人として出席。保守を辞任しており、顧客は保守系の候補者が多い。東京都知事選挙の石原慎太郎、松添洋一、神奈川県知事選挙の黒岩祐二、千葉県知事選挙の森田健作、新潟県知事選挙の伊豆田博彦、山口県知事選挙の山本茂太郎、沖縄県知事選挙の中井正弘太保田、 数多くの市長、衆参国会議員等のプランナーを務め、勝率は9割という。三浦は、週刊ポストの取材に対し、勝率9割というのは、落ちそうな人からは仕事を受けないということもある。米で、勝率1位の選挙プロ、トム・ヒュージャーに、どうしたらあなたのようになれますかと聞いたら、簡単だ。運が良くて、勝てそうな人しかクライアントにしないことと、 それに従っているだけですと答えた。2020年9月に内閣総理大臣に就任した菅義偉が就任翌日の9月17日に一番最初に会った人物が三浦である。特集ワイド選挙プランナー三浦さん解散う見るコロナと五輪、鍵に毎日新聞。 https://mainichi.jp:/senkyo:/articles:/2020118/dde/012/010/01500C2021 年1月18日閲覧。日本製作学校講師プロフィール日本。製作学校講師プロフィールハット ABC 石原。 新太郎氏が絶賛するカリスマ選挙プランナー勝率は9割2012.1137時第183回国会政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第6号 www.shugin.go.jp2021 年3月5日閲覧猪瀬直樹にはかかわらず来年早々 都知事選挙か、アット2013年12月2日16時16分1秒。三浦博士インク。産経デジタル。首相。会食も。韓流情報吸い上げ政策反映、三経ニュース。2020年10月2日閲覧。ABC。勝利の秘訣は、運と愛嬌を。日本初の選挙プランナー。三浦博士氏。正解 web。トコム、o m ドットコム。ジジドットコム 2021年9月6日閲覧。ありがとうございます。